そろそろ行くか。オーケー。カウント行くぞ。10秒前。8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー。始まっちまった。無理すんなよ、タクミ。信号のやつ、わざとアクセル抜いて後ろについたな。86が崖下に落ちるのをじっくり見るためだろ。このルールで事故らねえ FR なんて化け物だぜ。あの86、コーナー3個も持たねえよ。いい気になるなよ。 B16A はエンジンの最高傑作だ。本気を出せば片遅れの 4AG エンジンにスタートダッシュで遅れを取るわけないぜ。いくつコーナーをクリアできるかじっくり見せてもらうぜ。でもよ、本当に曲がれんのかよ。ガムテープで手を縛って。あ、来たぞ。おい、あの86完全にオーバースピードじゃねえのか。やべえぞ。いつもよりスピード落としてんじゃねえのか。そうか、このバトルのコツがつかめたぞ。
なぜだ、あの野郎。最小限のカウンターで鮮やかにクリアしていく。信じられねえ。ガムテープデスマッチはいきなりこなせるほど甘くはない。安全に行こうと思えば思うほど罠の多いアリ地獄のようなルールだからな。俺だって実際にガムテープを巻いて曲がれるようになるまでには右手を持ち替えずに走る練習を山のようにやったんだ。長い直線ではエンジンのパワーが物を言うぜ。 NA の 10-6DOHC なら世界中探しても B16A に勝てるエンジンはない。レッドゾーンまで一気に吹けるこの音、この陶酔感、死ぬほどいいぜ。たまんねえ。分かったか、抜く気になればいつでも抜けるってことがよ。ほらほら、もっと焦った方がいいぜ。ガンガン攻めてみろ。コーナー抜けるたびに心臓がドキドキする。いきなり目の前にぐしゃぐしゃの86が現れるんじゃないかと思って。おい、演技でもないこと言うなよ。このまま何事もなく終わってくれさえすれば。ああ、しかし匠の底力には驚かされるぜ。ハンドルはなるべく切らないで曲がった方が早いのか。くそ、なぜだ。プレッシャーをかけても乱れない。走り始めた直後はヨタヨタしていたのに、別人のように走りに鋭さが増していく。来るぞ、もうじきだ。どうやら2台とも潰れていないようだな。もしここまで来られないようなら俺の見込み違いだ。あの86は俺のターゲットにならない。来た。やばい、上がってくるやつがいるぞ。半分の車線だけでセンターラインをはみ出さない四輪ドリフト、すげえハイテクニックだ。あれを平然とやってのけるとはな。しかも対向車とのすれ違いにも全く乱れない。本当にガムテープで縛ってんのか。とっくの昔に剥がれちまったんじゃないのか。おそらくあいつはかなり早い段階でこのデスマッチのコツを掴んだんだ。てと、ステアリングに頼らなくても荷重移動でコーナーを攻めることができる。あいつは短時間でそれを覚えた。たく、なんて野郎だ。やつは間違いなく進化している。くそ、とんでもねえ食わせ物だぜ。あそこまでやられちゃまぐれじゃねえ。けど俺はたけしのように甘くはねえぜ。要は勝ちゃいいんだよ、どんな手を使ってもな。悪く思うなよ。アキナの86が解体屋の鉄くずに変わるだけさ。
ついた。わざとやりやがったな。てめえみたいなカスには絶対負けねえからな。86のドライバー、波のドライバーなら切れたら最後、ミスを繰り返すばかりで速く走れない。だがあいつは違う。体に染みついたドライビングセンスが紙一重のところで86をコントロールしている。切れれば切れるだけ速い。勝負見えたな、信号。以上攻め込まないギリギリで走ってるのに、一体何が起こってるんだ。恐ろしいぜ。ダウンヒルアタックがこれほど恐ろしいと感じたことは今までなかった。Hehehehe
こっちから仕掛けたガムテープデスマッチじゃねえか。このまま負けたら俺はチームの中で笑い者だ。たとえ引き分けに持ち込んでも俺のメンツは保ってみせるぜ。短いストレートだが B16A のパワーで並ぶことはできる。お前の逃げ道はねえ。このバトルの結果はダブルクラッシュといこうぜ。に決まってんだろうかよ。え、86だ。なんだよあの86。殺す気かよ。なんだ。EG6 来ねえぞ。シンゴどうしたんだ。俺の EG6。